ハグは、スイスのシュタンスシュタットに拠点を置く、鉄道模型メーカー。かつては、ハグマダリザンバナン AG であった。ホースケールのスイス国鉄利420系電機、機関車1944年に、スイスのザンクトガレンにて、フーゴ・ゲーラーとアービン・ゲーラーの兄弟が創業した。社名の、ハグは彼らの名前の頭文字を合わせたものであった。 ゲーラー兄弟はかねてより鉄道模型ファンであり、創業以前はスイス国内の鉄道模型コレクター向けに車両などを製作していたが、第二次世界大戦後半期にドイツ製品の供給が絶たれたことからメーカーとして創業した。1979年にアービンの息子のベルナー・ゲーラーが後を継いだ。1982年にザンクトが練習。 ロール社不破業制区のメールシュビールに移転した。2012年1月、ベルナーは会社をシャムのテックビスエンジニアリング社に売却した。古い時代の製品のパーツ類はアミバロックスチャパンに売却され、引き続いて販売されている。ベルナーは売却後もメールシュビールの工場兼店舗にて、パートタイムとして働いていた。同年10月末、メールシュビールの工場が閉鎖され、 11月より、シュタンス・シュタットの新工場が新 CEO のハインズ、幽霊費のもとに稼働を開始した。同年12月15日には新工場が一般に公開される予定となっている。2009年1月、業績悪化に伴いレイオフを実施し、8人の従業員が解雇され、従業員数は23人となった。2012年のテックビスエンジニアリング社による買収時点で、 従業員数は12人であったが、10月のメールシュビールからの撤退に伴い9人の再雇用がキャンセルされた。最初の製品は大ゲージの線路であった。当初は大ゲージの鉄道模型を生産していたが、1950年代に入ると、法ゲージ製品の普及に伴い大ゲージが衰退し出したため、1954年に法ゲージに参入した。 大ゲージ製品は1957年に製造中止となった。N ゲージの製品はスイス国鉄 I47 型電気機関車のみが製造された。大ゲージ撤退以降は、ホゲージにてスイスの機関車、電車、客車、貨車を主に生産する。同社のホゲージ製品はかつて180サイズであったが、近年は187サイズが主流となっている。 高スケールで主に採用されている直流2000式の製品だけでなくメルク人のような交流3000式の製品も扱っている。1950年代には交流3000式が生産数の9割を占めていたものの1980年代にその割合は最低となった。1990年代後半時点では生産数の6割が交流3000式仕様であった。 同時期のメールシュビール工場では、製品の設計と組み立て、塗装、印刷が行われ、金型製作と成形は、下請けメーカーに依頼していた。ハグでは、今後の機関車製品は、すべて金属製の車体とする予定。機関車のヘッドライトはすべて LED を使用し、スイス独特の点灯方式も再現することができる。2012年11月15日。 アルプトランジット用のスイス国鉄リ460系電気機関車の新しい広告塗装が発表されたが、ハグでは、フォースケール製品における、この仕様の独占使用権を得た。1979年のザンクトガ練習の会社登記2012年12月14日。 閲覧2012年1月19日の官報2012年12月14日。閲覧 ABC アルメレ鉄道模型協会。2012年11月14日より2012年12月14日。閲覧ザンクトガーラータークブラッド2009年2月21日。付け、ハグフォアデムアオスより2012年12月14日。閲覧。ザンクトガーラータークブラッド2012年8月22日。 ハグマダリザンバナン AG シュリアストビトリエブイン、モーシャビルより2012年12月14日、閲覧、モデルバーンメーカー案内より2012年12月14日、閲覧。ありがとうございます。